今回はですね、ちょっと今までの動画とは全く方向性に違う動画を撮っていこうと思います。ちょっとパソコンがいっぱいありますね。まあ、2台目、3台目、いっぱいあります。今回はパソコンの中を分解していこうという感じの動画になります。まあ、ざっくり言うと自作パソコンってやつですね。自分で作る自作パソコンの、まあ、組み立て方の概要とか、まあ、コツとか、まあ、についてまあ説明していこうと思います。まずこちら見えてらっしゃる見えてるのがマザーボードというものになります。一番重要なものになります。基板ですね。はい。基板まあこちらかまあが一番重要になります。基板。こちらまあまあ買っていただいて、今はまあ中古だとあれなのかな。ここにまあ型番の AS、US や H や B7、H8 だかな ?8 なの PRO って書いてあるんです。ここにマザーボードは各マザーボードには、型番書いてあります。これはちょっと、ここが CPU を入れる場所なんですけれども、ちょっとピンが折れてますね。これはもう使い物になりません。ちょっともうどうすることもできません。こうなってしまった場合は、マザーボードを買い替えてください。僕の管理が悪かったです。で、まぁ、こんな風に、まぁ、CPU を取り付けるときは外を剥げて、で、これをまぁ、まぁ、今ちょっと閉じ方やってるんですけど、ちょっと戸惑ってるんですけど、まぁ、CPU を、CPU というものが必要になってきて、大元が必要になってきて、ここでまぁ止めると。止め方はこんな感じです。はい。まあまあ今見ていただいた通り、まあゆっくり見ていただけないと、ここがあれ、基板、マザーボードへの電源、直接の電源になります。で、こちらがメモリー入れになります。メモリー、これも重要なものになってきます。で、こちらにちょっと付属しているのが CPU クーラー、CPU クーラーの取り付け板になります。で、こちらが、まあ、グラフィックボードというものですかね。まあ、そちらの、を差し込むという感じのものです。こちら、まあ、他の、まあ、付属品ですかね。まあまあまあ。まあ、他の、まあ、内蔵キャプチャーボードだったりつけます。こちらは、まあ、サーター規格のケーブルの差し込み口になります。ハードディスクだったり、ハードディスクだったり、ディスクドライブだったりを差し込むものになります。供給口になります。こちらが、で、先ほど見えたのが、まあ、USB の差し込み口とか、インターネットの差し込み口になります。はい。そのまま使っていただきます。こちらが、グラフィックボードになります。僕が買ってきたものになります。はい。で、まあ、そこの、まあ、横見てみると、こうやってで、ね、まあ、こうなって。これはちょっと型番古かったんで、ちょっとハードオフのジャンクで1100円で買えたんですけれども、まあ、ちょっと型番古いですね。ここに、まあ、型番は載ってます。まあ、ゾータック GTS560 だったけど、まあ、型番載ってます。まあ、まあ、商品調べるときは、まあ、メルカリとか、まあ、ね、調べるときは、もう型番をきちんと、商品の型番を、品番をきちんと入れていただくのがいいかと思います。で、差し込み方はこんな感じになります。もう、差し込み方の参考例として。まあ、ここにまあ、差し込んでまいりたい。奥に見えるのが CPU くらいなんです。ちょっとでかいの買いました。買いましたとか、最初から付属してたんですけどね。はい。で、まあ、こんな感じでさ、差し込んでいただいて、まあ、こんな感じですね。出来上がり方は。まあ、グラフィックボードの方からの HDMI 端子つかないと、まあ、ちょっと画質良くならないです。はい。もう、本体グラ、マザーボード直接のHDMI 端子からだと、そんな画質は良くならない。グラフィックボードとはそういうものです。これが CPU クーラーになります。CPU クーラーというのは、まあ、CPU に、まあ、後で見せるんですけど、CPU に、が、熱をこもるんですよ。やっぱ、使用してると、パソコン。すごい熱を使用、こもるんで、まあ、この金属の板で、で、熱を逃がしていく。そういう役割を担ってるものになります。はい。ちょっとこれピンを折っちゃったんですよ。折っちゃったらもうこれ交換のしようがないですもん。で、これこ、基板変えてください。マザーボード。で、こちらが裏になります。まあまあ、それぞれのまあ CPU クーラーの型番によって、あとはもう、マザーボードの型番によって、まあちょっとまあ、規格が違うので、そこの規格も調べておいていただきたいところです。はい。こちらがメモリになります。はい。メモリというものになります。これ。こちら、まあ、DDR3 規格のものになりますね。はい。2ギガだっけな、これ4ギガ、2ギガのものになりますね。はい。これ、まあ、DDR3、2規格、3規格、4規格、今5規格まで出てるのかな、DDR5 まで。出てるとは思うんですけど、まあ、2ギガだったり、1ギガだったり、4ギガだったり、8ギガだったりとはあると思います。まあ、こちらの方も、まあ、対応の、まあ、マザーボード、まあ、基板に、もう基板、まあ、調べていただいて、最大積載スペック、詰め込めるスペックを調べていただけるといいかと思います。はい。ですね、はい。で、こちら、まあまあまあ、見ていただくとわかる通り、まあ、DDR2 と DDR3 はもう、先ほど見ていただいた通り、
まあ、ちょっと穴刺したのは、まあ、へこんでる部分が違うんですよね。まあ、ちょっと、まあ、規格違うものが刺さっちゃうとまずいんで、まあ、そこは変えてあるんでしょう、おそらく。で、まあ、こんな感じで刺していきます。ちょっとこれ、ちょっと僕、向き逆でしたね。もうちょっと、まあ、まあ、CPU の差し込み口が、CPU の、差し込み口にちょっとまあ溝があるんですけども、ちょっと溝に沿ってきちんと入れる。ちょっとこれは表より逆でしたね、ちょっと。うん。まあちょっと変えるんですけれども。はい。で、先ほど CPU を、ちょっとダメにしちゃった。CPU の差し込むところのピンをダメにしちゃったって話なんですけれども、規格、このマザーボードの規格に、差し込み方はこんな感じです。まあ、見ていただければいいかと思います。差し込み方はこんな感じです。割と簡単なものになります。まあ、爪を横に入れて、で、中まで刺したら勝手に外から内にカチッとしまう感じ。ちなみにこちらが、ノートパソコンのメモリになります。これ 4GB のものになりますね。はい。大体こんな感じでノートパソコン。ちょっと今回ノートパソコンの方は割愛したんですけど、ちょっと時間の都合上、撮ったんですけれども。で、こちらはまあパネルになります。何がパネルかというと、まあ横にありますよね。まあ横にまあこれ、まあ、LAN ケーブルだったり、LAN コネクタだったり、まあ、USB コネクタだって、そこに接続していただくものになります。はい。LAN コネクタはもうインターネットから、インターネット直接ここに繋いでいただければ使える状態になります。もう、案外簡単ですね。はい。思っていた以上には簡単なものになりますね。はい。構造としては。まあ、これは外し方になります。まあ、外に開いていただいて、上に外すだけですね。はい。まあまあ、基盤、まあこちらは PC、ちょっと書き出して、PC 自作の鉄則という本になります。PC 自作の鉄則。まあ出してる会社は WinPC という会社になるのかな？うん。で、こちらの本一冊あれば本当に十分です。もう。まあまあ、本体価格は1700円で税で毎年まあ発行されてるものなんで、まあ。まあ、各自買っていただければいいのかなと。まあ、中古だったら、まあ、だいたい800円、900円ぐらい、900円ぐらいで、まあ、読めますよ。パーツ、全部で、ここに載ってるのが全部です。はい。全部、各自、見て、まあ、スクショ通りなり、まあ、画面テストになりしてください。まあ、組み立て鉄則。まあ、これはこの本にこういうことが書いてあるよって、アップグレード鉄則ってあります。まあ、先ほど見ていただいたように、OS というものも必要になってくるんです。OS のようなWindows っていう、まあ、Windows 10だったりそういうものになるんですけれども、それがないと、まずパソコンそもそも動きません。それを入れるのを、もう、注意してください。はい。この PC 自作の鉄則になります。重要な本です。で、今回はちょっと、まあ、ついでということで、まあ、パソコン、ちょっと、僕の持ってるパソコンは、ちょっとなんか、中でちょっとなんか、ガタガタになって、怪しいなということで、ちょっと開くんですけれども、まあ、自作 PC 開くときは、もう、扉の右側っていうか、まあ、左か?うん。え？まあ、裏から見ていただいて、後ろから見ていただいて、右側の扉を開くと、まあ、中が見れるようになってます。はい。ちなみに、左側を開くと、なんだっけ、ハードディスクのケーブルの繋ぎ方が分かるようになってます。はい。ハードディスクはまあ裏から、まあ左側から見ていただく感じかなって感じです。ちなみにマザーボード、先ほど見ていただいたように、マザーボードにね、の穴にネジが、まあ6箇所止める箇所あるんで、それも忘れないでください。はい、まあまあ、まあネジ止めるのにはまあ100均で買ったまあジッパーみたいな、まあちっちゃなジッパーの袋みたいなものも入れていただいたらまあなくさないのかなとは思います。中身はこんな風になっております。まあピンが止まってるて、ちょっと段ボール、あ、じゃあ段ボールじゃねえ、ちょっと、補強してあるんですけれども、ガムテープでちょっと、あ、これちょっと回してる時にちょっとカタカタなるんで、ちょっとこれが気になったんで僕は直すということになります。今回直すのはまあ、CPU クーラー。この CPU クーラーはこんな簡単なものになりますね。これ既存のパソコンになります。自作パソコンにはなりません。ちょっとそれをちょっと自分で、まあちょっと中古で買ったやつを修理していこうかなという感じで、まあ、やっております。はい。まあ先ほど見ていただいた通り、まあ、すいません。CPU の規格がマザーボードに合うかどうかもあるんで、CPU によってもマザーボードに合うかいうか、そこも確認していただきてください。もう爪の箇所が合わないとうまく入らないです。そこも注意していただいて。ちなみに CPU クーラー外すと CPU は見えます。こんな感じですね。で、CPU の上にちょっと灰色のものが乗ってます。これが CPU グリスというものになります。どういうものかというと、ちょっと出しますね。どういうものかというと、CPU が熱こもった時に、CPU クーラーに、
うまく熱を伝えるというものになります。ちょっとこれ、僕保存ずーっと外に出して保存してたせいでちょっと固まっちゃってるんですけど、こんな保存は良くないです。もうきちんと保存してください。はい。で、まあ中身をまあ見ていただくと、まあこれ、まあ、こんな感じの構造になっております。はい。で、まあそれぞれの基板にあった、まあ基板にあった CPU を使っていただくのがいいのかなと思います。CPU のまあ、基板の新しさだったり、CPU の基板の規格だとか新しさだとか、もうどのメモリ、例えば DDR3 だとか4とかの、どの規格に当てはまるのかとか、まあ、まあまあ、まあ先ほど一番最初に言いましたように、マザーボードに、きちんと絶対書いてありますので、そこはきちんとして、うん、確認してください、確認。そうですね、はい。でもこんな感じでちょっとアクセンスティック装飾としております。あ、上に見えるのが電源になります。電源、大元の電源。これは後で話すんですけれども、これはまあ 500W 規格だとか 750W 規格のものだとか、いろいろあるんですけれども、まあその電源がまあ多い方、多ければ多い方がいいです、電源は。容量多い方。もう、うん、マザーボード等に、とディスクドライブ等に電源供給するときに、足りないとパソコン動かないんでって感じです。今ちょっと頑張って必死に塗ってるんですけど、ちょっともう出なくなりました。これちょっとまあ、近くのコムロード、アプライドか。で、800円で売ってました。まあ近くにアプライドがある環境がまあ運がいいんですけど、運がいいというかまあ嬉しい環境なんですけどね。もう市内のも近くに。まあ必死に塗っております。はい。まあ、CPU クーラーは先ほど見たより、まあ、すごいでかいのから、今みたいにすごい簡素なものまであるんで、って感じです。で、また CPU クーラーは、まあ、もう基板、マザーボードによってまた、対応機種が違うんで、またそこはまあ、ちょっと自分でまあ、ご確認ください。これはちょっと、なぜちょっとガリガリって音がしてたか、原因を究明した感じです。ちょっとなんかこの、ダイオード部分ですから、箱ダイオード部分がちょっと、内側張り込んでてガリガリいってたっていうのでちょっと直したかった。ちなみに中にの余ってる端子部はこんな感じです。まあちょっとまあグラフィックボードとか詰めたりするのかなこれはもしかしたら。ちょっと僕もよくわかんないです。ちなみに奥の方にメモリが入っております。これ DDR2 規格のものになります。で、最大積載 4GB まで、4だったっけ ?8 だったっけ ?4 だったと思いますね。うん、自分で 2GB 積みました。ちなみにここはまあ差し込むしこんな感じになっております。まあこれもまあ、各自確認しておき、置いてればいいのかなとは思いますね。はい。案外難しいようで自作パソコン簡単ですね。はい。思ってた以上に簡単なものかと思いますもん。はい。もうただ単に部品パーツポン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 組み立てる。まあ、慣れてくればって感じにはなります。ちょっとケーブルとかすごい多くなるんですけどね。これちょっとまあ、ディスクドライブへのケーブルだったり。まあ、CPU ファンへのケーブルだったり。まあ、ありますね。はい。まあ、大元の、まあ、電源からまず、マザーボードへの、まあ、ケーブルは繋いでおいた方が、繋ぐのがまず第一にはなってくるんですけどね。で、こんな感じで、まあ、完成しましたと。で、またこれ2台目の方ですね。まあ、ちょうどついでなんでやっていこうと思います。ネジがついてます。ネジはまた先ほど言ったように、まあ、100均で買ったジッパーみたいな、ちっちゃいジッパーのいっぱいある袋に、まあ、入れていただければなくさないのかなとは思いますね。まあ、そんな感じでちょっと開いていこうかなと思います。はい。開きます。まあ、大体中の見はこんな感じになってます。最初に見せた感じかな。まあ、そうですね。まあ、中身はこんな感じになってます。まあまあ、確認いただいて、見ていただければいいかと。ちょっと明かりつけるんですけども、ちょっと暗かったんで。まあ中身はまあ概要はこんな感じになってますね。まあ CPU クーラーがあって、メモリがあって、あれちょっとグラフィックボードあって、で、ちょっと内蔵キャプチャーボードっていうのは過去に買ったの。あ、これはメモリになります。4GB×4、DDR3 規格で、DDR3×4 で、4GB×4 で 16GB ついてます。これが電源になります。750とか書いてありますね、ここに。まあ、それも確認していただいて、まあ、多い方がいいです。多い方が、もう出力多くないとちょっともう、この出力が不足するとパソコン動きません。で、これが、まあ、グラフィックボード。で、これが、多くに下にあるのが CPU になります。で、CPU に、まあまあ、熱こもると、もうまあ、オーバーヒートするとまずいんで、まあ、CPU クーラーで冷やしてあげるというものです。で、マザーボード、グラフィックボードがこちらになります。はい。まあ、まあ、これは、電源供給が、まあ、マザーボードからの電源供給だけで動くものなんで、まあ、結構簡素なものなんですけど、これちょっと自分で作ったやつですね。はい。ただちょっと OS がちょっと、OS 入れた OS がうまくいかなくて、これ、内蔵キャプチャーボードになります。なんかちょっと自分前買っといたの、なんか、
あったんで、刺した、とりあえず刺したんですけど、ちょっとディスクどっか行っちゃったんで動かないというか、まず、先ほど見たように OS がちょっとうまく起動しないんで、ちょっともう、大元の底のレベル大丈夫かなって感じです。こちらが、まあ、ケーブルになります。はい。ケーブルちょっと見せますね。はい。で、先ほど見せたより、真ん中右にあったケーブル、まあ、後で見せますけど、まあ、こちらがこんなケーブルになってます。まあ、サータケーブル、SATA っていう、サータって読むのかな？まあ、ケーブルだったり、まあ、これはまあ、外付けハードだったり、SSD っていうのはまあ、外付けハードのまあ、高速版です。ちょっと容量少なくてちょっと高いんですけども、まあ、まあ、アプリを起動するときとかはもうすごい高速のものになるんで便利になります。で、こちらはまあ、まあ、電源供給のピンがあるんで、ここになんかピンにいろいろ挿していただいて電源供給をするというものになりますと。で、こちらがまあ、で、先ほど見たらこちらはメモリーまあ、44×4、16GB 僕積んでますね。はい、これ。うん、で、こちらがまあ、まあ、グラフィックボードへの、あ、じゃあグラフィックボードじゃ、マザーボードへ直接、基板への電源になります。すっごい硬いんで、マイナスドライバーとかで抜いてください。すっごい硬いです。はい、きちって。マイナスドライバーでガッてやらないと無理ですね。これがまあ、外観になります。外観こんな感じになってます。はい。うん、そうですね。まあ、CPU、うん、まあ、本体ファンもあれば CPU ファンもあって、で、グラフィックボード、あ、違う、ん？グラフィックボード、通称グラボってやつですね。はい。の、まあ、あります。こちらがハードディスクになります。僕3テナの積んだんですけどね。はい。で、こちらがまあ、ディスクドライブになる、あ、うん、ディスクドライブの、まあ、になります。こちらも電源供給してあげないと、のケーブルつけてあげないと動きません。ハードディスクも電源供給のものをつけてあげないと動きません。まあ、ここら辺気をつけていただきたいかなと思います。今回はこちらで終わりたいと思います。はい。終わるよね。まあ、ちょっと見えてるよね。というわけで、今回の動画は、まあ、自作パソコンについての概要について説明いたしました。ご視聴の方ありがとうございました。では終わり、皆さん、まあ、まあ、これ見るなりして、まあ、まあ、自作 PC の、まあ、概要見て、まあ、まあ、興味ある人は作っていただければいいのかなと思ってますし。まあ、まあ中身、まあいろんな物事を知ることも大事だと思ってるんで、まあ、まあこれを機に、まあパソコン詳しくなるのもいいのかなと思ってます。では終わります。ではでは。